こんにちは、塩の群れ教会の吉川直美です。今日は9月20日、エゼキエル書7章1節から13節まで、愛しておられるので無限には忍耐されませんというところから御言葉を聞いてまいります。エゼキエル書7章1節から13節。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、イスラエルの地について神である主はこうおせられる。もう終わりだ。この国の四隅にまで終わりが来た。今あなたに終わりが来た。私の怒りをあなたのうちに送り、あなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。私はあなたを惜しまず憐れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は私が主であることを知ろう。神である主はこうおせられる。災いが、ただ災いが来る。終わりが来る。その終わりが来る。あなたを起こしに、今やって来る。この地に住む者よ、あなたの上に終局が来る。その時が来る。その日は近い。しかし、山々での完成の日ではなく、強行の日だ。今私は直ちに憤りをあなたに注ぎ、あなたへの私の怒りを全うする。私はあなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。私は惜しまず憐れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は私があなた方を打っている主であることを知ろう。見よ、その日だ。その日が来る。あなたの終局がやってきている。杖が花を咲かせ、高慢がつぼみを出した。暴虐は募って悪の杖となり、彼らもその群衆も、彼らの富もなくなり、彼らのために嘆く者もいなくなる。その時が来た。その日が近づいた。買う者も喜ぶな。売る者も嘆くな。燃える怒りがそのすべての群衆に降りかかるから。売る者は生きながらえても、売った者を取り返せない。幻がそのすべての群衆にあっても、群衆は帰らない。誰も自分の不義のうちにいながら、奮い立って生きることはできないからだ。預言者エゼキエルを通して神様は、イスラエルの人たちにエルサレムの終わりを告げます。当時のイスラエルの人たちは、エルサレム神殿が破壊されるとか、自分たちが生活の場を奪われるとか、そんなことは思ってもいなかったんです。何しろ神の宮、神の神殿、神の都はエルサレムです。何があっても立ち続けると信じていました。そして神の民である自分たちも、まあ、なんだかんだ言っても守られるに違いないと確信をしていました。終わりが来るなどとは思っていなかったんです。まして自分たちが捕虜となって遠いバビロンに連れて行かれるなどとは想像もしていませんでした。ですから預言者たちが再三神様の言葉を警告して、悔い改めるようにと迫った。偶像礼拝をもうやめなさいということを再三告げたにもかかわらず、耳を貸すこともなく恐れることもなかったんです。けれどもここで神様は終わりを宣言されます。
二節、もう終わりだ、この国の四隅にまで終わりが来た。この国の四隅、隅々にまで、この国全体に終わりが来たということですね。四節、私はあなたを惜しまず憐れまない。もうこの終わるということについて憐れみをかけることはない。6節、終わりが来る、その終わりが来る。7節、あなたの上に終局が来る。終わりの時が差し迫っている、もうそれは変わりようがないのだということを繰り返さなければ、彼らは本当に終わりが来たということがわからないほど自分たちのその生活が続くのだと過信をしていました。永遠である、不滅である、そんなふうに思っていたのでしょう。でも主を侮って偶像礼拝にふけった彼らの行く末は永遠でも不滅でもありません。それは自ら招いた罪の結果として終わりを迎えなければならなかったんです。そしてそれは私が主であることを知るまで決して緩められることのない神の裁きでありました。そして杖が花を咲かせ、高慢がつぼみを出したというふうに記されています。杖は権力の象徴です。イスラエルは、まあ、神様に守られて繁栄していったのに、高ぶって神様に逆らって自分の都合のいい偶像礼拝をして悪の鍵を尽くしていました。主に仕えなければならない王であるヒゼキヤとその、まあ、近親の者たちもバビロンの権威を重ねきて賄賂で私腹を肥やしていました。そして貧しい者たちを顧みるものことなく、その国内には正義がなされなかったんです。けれどもそのようにして肥やした財産もエルサレムの陥落によって奪われてしまいました。そして買う者も喜ぶな、売る者も嘆くなとあるように、土地の売買ももはや意味がなくなってしまいました。自分たちの土地ではなくなってしまったからです。ですから売る者は生きながらえても売った者を取り返せない。神様は50年後のヨベルの年になったら土地を手放してしまった者もそれを取り返すことができる、そのような立法を作ってくださって、誰もがこう幸福に暮らせるように考えてくださっておりましたけれども、もう長生きをして50年経っても土地を取り戻すことはできないんです。それは自分たちの土地ではなくなってしまったからです。もともと神様の土地、神様の財産であった、そのことを忘れて自分のもののように振る舞ってきた。その結果として全てを失ってしまいました。このエゼキエルを通して語られた予言はエルサレムが陥落するほんの数年前に出されたと考えられています。もうユダの終わりは目前に迫っていました。でも彼らはいやいや、そうは言っても大丈夫だ、平和が続くというふうに思って、飲みたいものを飲み、食べたいものを食べ、着飾って自分の好きなように生活をしていました。日常生活にだけ心を奪われて、神様のこと、目に見えないものがあるということ、そして神様が終わりだと言ったら、どんな映画であったとしても一瞬にして自分の手から奪われてしまう、失うものに過ぎないということを忘れてしまいました。私たちも自分自身のこう人生の終わりの時、あるいは究極的なこの世界の終わり、やがてイエス様が再び来られる時が近づいているのに、まだ大丈夫だろうと高くくくっていないでしょう、いるのではないでしょうか。まあ、その前にギリギリ悔い改めればなんとかなると高をくくっている、そんなことはないでしょうか。でもその時は思いがけず盗っ人のように突然やってくると言われています。明日かもしれない、今日この後かもしれない、脅すつもりはないですけれども、それがいつやってくるかわからないんです。よく、まあ、神様を信じるのは
まあ、死ぬ前になったら考えてもいいとおっしゃる方がいますけれども、それはいつかわからないではないですよね。年老いて、まあ、そろそろいいかなと思って信じる、それでは間に合わない、そういう終わりの時がやがてやってくる。私たちはそのような儚いものであります。そして私たちはイエス様の十字架をによって全ての罪を許され、また新たに罪を犯したとしてもその十字架によって悔い改めるなら許される、そのような恵みに預かっています。でもだからといって主の御言葉に耳を貸さないとしたら、神様は私たちを罪に浸らせたままにはなさいません。時には厳しい手段を講じて私たちをその罪から立ち直らせるようにされます。まあ、そのような手段を神様に取らせてしまう前に、自分でこう聖霊に心を探っていただいて、御言葉によって自分自身を吟味して、自分自身が考えないようにしている問題、いつか何とかすればいいと先送りにしてしまっているそのような罪から離れたいと思うのです。皆さんにとってどんな心に思い当たることがあるでしょうか。まだまだ大丈夫、もうちょっと猶予をもらってと思っていることはないでしょうか。私自身も日々の生活の中で自分に何か問題が起これば、こう神様に必死にすがって解決していただこうと思いますけれども、神様に守られて平安な状況になると自分自身の問題から目をつぶって何とかなる、神様はこのことは気にしていないんじゃないか、そんなふうに自分の都合のいいように思ってしまうことがあります。でも神様は再三実は私たちに御言葉を通して警告を与えておられます。このように生きなさいと私たちにはすでに神様の言葉が語られています。その言葉に聞き従って、神様が主が私たちのもとにやってくることを怖いと思わない、本当に喜んで、そしてみんなと一緒にそのことを喜べる、そのような生き方をこれからもしていきたいと、皆さんと一緒にしていきたいと思うんです。パウロはコリントの人々への手紙の中でこんなふうに言っていますね。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないようにしていなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。このエルサレムの人々への言葉というのは今の私たちにも語られている言葉ですね。終わりの時がやがてやってくる。だから日常のことばかりにこうかまけていないで、神様のこう元、その神様がこうこの世界を作られて、やがてこの世界を終わらせられるのだ、その中で私たちは許されて今を生きていて、主のもとに本当にこう神の子供として帰るために今生きているのだ、そのことを忘れないで生活をしていきたいと思います。一言お祈りをいたします。主よ、私たちが天に召されるそのような終わりの時も、また主が再び来られるこの世界の終わりの日にも、いつその時が来ても慌てて恐れてしまうのではなくて、どうぞ喜んでその日を迎えられるように整えてください。目に見えるものにばかり心を奪われず、この地上にいても目に見えない永遠に思いを馳せることができますように。そしてただ一人永遠の方である神様を崇めることができますように。そして私たちの周りにいる人たちも終わりがあるということ、その終わりの日に恐れをすることなく共に喜んで
迎えることができるように、イエス様のことをお伝えしたいと願います。どうぞそのような私たちに愛の心をお与えください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。